俳優杉咲花が主演を務めるカンテレフジテレビ系月10ドラマアンメットある脳外科医の日記、毎週月曜あと10時が今日15日にスタートする。人気漫画をどう実写ドラマ化するか、配役やキャクター像、ストーリーなど、元の脳外科医の原作者小鹿譲氏とドラマプロデューサーの米田隆氏、カンテレが語った。原作は小鹿氏が講談社モーニングで連載中の同名漫画大月刊人誌。ドラマは脚本を篠崎恵里子氏、先イコール立つ先が担当。主人公の記憶障害の脳外科医川内みやび杉咲が目の前の患者を全力で救い、自分自身も再生していく姿を通じて新たな医療ヒューマンストーリーを紡ぐ。